はい、川西しおり NHK をぶっ壊す、平成30年の10月今日は10何日だ17日かな。はい、お昼の2時56分であります。今ですね、立川市議会議員の NHK から国民を守る党の横山みどりこと久保田学君からメールが、ショートメールが届きまして、すぐに、彼に電話をして事実を確認したんですが、今日というか、行われた、立川市議会議員のですね、代表者会議にてある会派の代表がニコニコ動画で、横山みどり、いわゆる久保田学議員がひどいことばかり言っているから政治倫理審査会にかけた方が良いという意見が出た。で、横山君が言論の自由がなくなりそうですという、そういうショートメールが来たので直ちにちょっと電話をして、事情を確認しました。でね、やっぱり言論の自由っていうのは憲法21条で保障されているその最大限保障されなきゃいけないことなんですよ。で、昨日も僕ね、千代君なんか訴えてますけども、言論の自由の中で公共の福祉に反するような言論は認められないんですよ。ね、他人の名誉を不当に毀損することであるとかね、不当にっていうのは相手が政治家とかそういう公人でもないのに、相手のそういう名誉毀損するようなことを言ったりとか書いたりとか、著しく他人に迷惑をかけると、不当な理由も迷惑かけるというかね、正当な理由もなしに相手に迷惑をかけるような、そういう言論の自由はもちろんこれは保障されません。何でもかんでも言ってもいいっちゅうわけじゃないわけですね。で、今回その今のところあえて会派名や議員の名前は伏せておきますが、ある立川の会派の代表者の議員がですね、その横山みどり君の、ニコニコ生放送での発言がひどいからというようなことで政治倫理審査会にかけたいと、かけるべきだみたいなことを言ったということですね。ちょっと今ウィキペディアを見てると、政治倫理審査会、政倫審というんですけども、これは政治家の倫理を審査するために日本の国会の両院及び地方議会に置かれる委員会的組織のことであると。で、俗にこの政治倫理審査会、政倫審というのは出勤停止とか、出勤というか登庁停止とか、その役員をね、排除するみたいなことはできても、議員をね、辞めさせるだけの力はないという認識です。ウィキペディアを見ててもそうですし、僕もそうです。そんな簡単にね、議員が他の議員を辞めさせるなんてできないんですよ。それはもう簡単、理由は簡単で、横山みどり君って無所属なんですね。28人いる中の1人なんですよ。で、今回横山君に対してその政倫審をかけろと言った人っていうのは1人ではないんですね。少なくとも3人以上なんですかね、交渉会は。3人以上いる議員がその集団になって会派を作って、その会派代表者会議っていうのは、ここ横山みどり君出れないんですよね。で、そういう圧力を使って僕言論をこう統制するというか、横山みどり君がニコニコ生放送できなくなるようなことっていうのは、具体的にこれがまずいからということを言ってもらわないと、なんとなくっていうのは僕ちょっとこれはもうね、許せないです。で、言論をその政治の力でこうやめさせようという動きに対しては、僕は非常にここ敏感で、これ横山君が、横山君という言い方はですね、久保田学議員がですね、これに対して強いこの怒りというか激しいその思いを持ってくれているのでよかったんですけども、これね、久保田学君がこのまま気が弱くてですね、だったらニコニコ生放送やめようみたいなことになってたら、これはもう大変なこと
なんでね、ここはちょっと徹底的に、戦いたいと思いますね。戦いたいというのはまず現に政治倫理審査会というものが開かれることが決まったわけではありません、少なくとも立川市議会議員の半分以上の議員が横山みどり君に対して政治倫理審査会を開くということ、もしくは横山君自らが政治倫理審査会を開いてくれということがなければこれ開かれることはないんですね。で、僕はこの動画で今何が言いたいかっていうのはあえて会派名や代表者の名前言ってませんけども、これは圧力をかけてます。もしそんなことを本気で考えているならばね、あなたの、そしてあなたの家族、あなたの会派の議員やその議員の家族徹底的に調べるからね。分かった。多分これね、噂を見て聞いてると思いますよ。今日言った発言した名前言いたいけど今のところは言わないでおくけども、あなたのこと、あなたの家族、あなたの会派の議員、あなたの会派の議員の家族、まあ家族をねあまりそんなに責めようとは思わないですよ。よっぽど何か、おかしなことを家族がしない限りは。ただ政治家本人が不倫をしてたり政治資金を正しく使ってなかったり、選挙のね、例えばポスターで不正に、公費を使ってたりとかね、徹底的に調べますよ。あのね、もうね、その政治家の倫理なんていうことを政治家が言い出したら、まさにブーメラン、天に唾吐くようなもんで、徹底的にやり返しますからね。で、NHK から国民を守る党や久保田学議員の力はその調べてね、それを拡散する能力ですからね。売られた喧嘩はとことん買うっていうことですよ。我々はインターネットで抜群の発信力があります。そもそもこの YouTube が流れてることで相当の圧力ですよ。合法的な脅迫をしてます。これもちろんね、徹底的にやりますよ。ビラもね、その圧力を、ね、言論の自由を、止めに来ようとした人に対して、その人の地元などにこの人は、ね、他の政治家に対して言論の自由をですね封殺する、妨害をする、言論の自由を奪おうとするような議員です、市議会議員です、でやーいっぱいチラシを作って駅前で巻いたりとかね、集まりますよ。横山みどりのファン、久保田学議員のファンや立花孝志のファンが一声かければ立川駅前や立川市内にどんどんそういうね、それは言った人が何ら倫理上ね全く何もしてないんだったらそれは問題ないでしょう。あなたが追及されてね。で、僕はね、横山みどりそのこと久保田学議員がこれがいけないということに対してはそれは堂々とやればいいと思います。まあ政治倫理審査会でもいいんでしょうけども、堂々とここがいけないと言えばいいじゃないですか。で、それが名誉毀損とか侮辱とか何らかの法に触れるっていうことであれば、それは久保田学議員がその法の元の裁きを受ければいいだけの話でね、なんとなくこの人その発言がひどいとかなんか倫理に基づるっていうかね、倫理違反してるみたいな感じで攻撃をしてきてるのならば、具体的な根拠もなく攻撃をしてきてるのならば、こちらももうね、究極の攻撃をやり返します。それは言論の自由を守るための戦いですから、僕はここはすごくね、ジャーナリストとして政治家として言論の自由に対しての攻撃は徹底的に戦いますよ。何度もより、もちろんそれが言論の自由を超えるような過激過度なもの、法律違反や特定の人間を困らせてその人間に対しての何かということであれば、それはでもちなみに犯罪は警察が処罰します。で、特定の人間が何か言われてても、それは特定の人間がそれを裁判なりやめてくれと言わない限りはそれはお互いのじゃれ合いということになりますからね、まあ、漫才師が相方の頭パーンと殴ったりとか、そのお互いがね、その理解した上での悪口の言い合い、生主同士が悪口の言い合いとかしてる分についてはそれは全然、法律に触れたりとか、モラルとか倫理に反するものじゃありませんから、とにかくちょっとね、僕こういうのいきなり政治倫理審査会に
表現の自由、いわゆる言論の自由を奪うようなことをいきなり出してきてることに対して相当怒りと、なんだろうな、まあ怒りっていうかね、ちょっと疑問を考えております。まあ一方的な横山みどり君ことその久保田学議員からの今一方的な情報ですから、あえてその何度も言いますが会派の名前や誰が言ったのかについてはこれ公にしませんけども、この後もこれを続けるようでしたら会派の名前とそこに所属する議員の人たちの名前、代表の名前、全部こう公開してですね、 NHK から国民を守る党とその会派の所属の議員の全面清掃を行いたいと思っておりますので、その点を理解した上でやるならやってきてください。以上です。立川氏、そして川西では今選挙これから行ってきますけども、中曽千鶴子が立候補しております。川西市民の皆さん、次の日曜日21日投票日、でございます。中曽千鶴子へと投票いただきますようお願い申し上げまして、この動画終了いたします。以上です。 NHK をテッカース。